糸魚川の火成岩、マグマが冷えて固まった石についてお話をしていきたいと思います。こちらの石をですねご覧ください。これすべて、火成岩というマグマで冷えて固まった石になります。でよく見ていただきますと、こういったですね白っぽい石からこう黒っぽい石までですね、マグマが冷えて固まった石なんですけれども、色も違いますし、あとはですねこういった形でこうちょっとこうごま塩状の斑点がある石もありますし、白っぽくてですねこうのっぺりとした石もあるということで、様々なですね石の種類があることがわかるかと思います。こちらですね、火成岩と種類になっていますが、その中でもですねそのマグマの冷えて固まった場所によって3つですね分類することができます。まず1つはですねこちら火山岩という石になります。こちらの石になります。マグマがですね浅い場所、地上でですね、冷えて固まってできた石がこちらの火山岩ということになります。でこちらの石ですね、この部分にある石、これがですね半新成岩という石になります。マグマがですね、地上の浅いところで冷えて固まったので半新成岩、半分深い場所でできた石というふうに言われています。でこちらの石がですね新成岩ということになります。マグマが地下深くで冷えて固まってこういった石になってきています。こちらのですね、火山岩と半新成岩、新成岩をですね見比べると石の模様に違いがあるのがわかるかと思います。例えばですねこちらの龍門岩とこの石英斑岩というこの石比べてみますと、こう粒々が、この半新成岩の、石英斑岩の方が多いんですね。ということで半新成岩の方がこういった粒々が斑点が大きくなっています。こちらのですね、新成岩、これ花崗岩という石になりますが、もうこの石を見ていただくとごま塩状の石になってくるわけです。ということで冷える時間がゆっくりであればあるほど石の中の結晶が成長していって、こういった形でですね、粒々が大きくなってくると、そういった特徴があるわけです。じゃあですね、こちらの火山岩ですけれども、なぜこういった色の違いがあるかと言いますと、これはマグマの成分の違いになります。こちらのですね、流紋岩、取って磁石に当ててみますが、これほとんど磁石にくっつかないんですね。ところが、こういったですね、安山岩、こういったちょっと色がついてきますと、こういうふうに磁石につくようになってきます。こちら玄武岩という、少し茶色っぽい石ですが、これはもうすごくこう磁石につきます。ということで、同じマグマがですね、地上で冷えて固まった石なのですが、こちら色が濃くなるにつれて、やっぱ鉄分が多くなってきているんですね。ということで磁石にもつきやすくなりますし、石の色も変わってくるということになるわけです。火山と言いますと、すべてですね、マグマが噴火して、火山へと溶岩が出てきてということで、全て同じものというようなですねイメージがありますが、このようにですねマグマの成分が違うと、石の色も変わってくるということになるわけです。それでは各石についてですねお話をしていきたいと思います。まずはこちらの流紋岩になります。見ていただくと分かりますが、大体ですねこういった灰色の石になっているかと思います。中にはですね、こういった形でちょっとこう茶色っぽいものもありますが、これはですね、表面が茶色いだけになります。なので、中は白いんですね。こういったものは、後からですね、石ができてから、例えば温泉水ですとか地下水に鉄分が含まれていて、それがですね、石にこう染み込んでいって、それでこういったですね、茶色い模様ができているものになります。で、基本的にはですね、こういった灰色の石、白から灰色の石になってきますけれども、よく見るとですね、白い斑点が少しあるところがあります。非常に小さい斑点です。こういったものがですね、あること、あとはですね、こういった灰色の石であると、
そういったところからですね、こちらの流紋岩の方は、まあ、区別することができるわけです。こちらはですね、安山岩という石になります。安い山の石というふうに書きますが、これですね、アンデス山脈から来ているんですね。はい。英語で言うと、アンデサイトというふうに言います。アンデスの山の石だから安山岩。まあ、非常にですね、面白い語呂合わせが付けられているわけです。よく見てみますと、まあ、白いですね、結晶が少し流紋岩に比べて大きくなっているかと思います。こういった形でですね、少しこう穴が開いているものもありますし、色もですね、こういった灰色っぽいものからですね、まあ、少しこうオレンジというか、まあ、褐色のものもですね、あります。で、こちらはですね、中に砂鉄と同じもの、まあ、磁鉄鉱という鉱物が入ってきますので、こういった形でですね、まあ、磁石にくっつくと、そういった石にですね、なっています。こちらはですね、玄武岩という石になります。兵庫県にですね、玄武洞という、まあ、あの洞窟がですね、あります。その洞窟に見られる石なので、まあ、玄武岩という名前がついているわけです。こちらのですね、流紋岩ですとか、安山岩と比べてみると、まあ、かなりこう、褐色というんでしょうかね、色がついているのがわかるかと思います。で、こちらですね、特徴的なのは少しこう白っぽい部分があります。これはですね、この玄武岩、もともとこう穴が開いていました。まあ、火山にはこうガスが出てきますので、そのガスが抜けた穴なんですね。そのガスが抜けた穴のところをですね、まあ、海のまあミネラル分というんでしょうか。そういったものがこう、その穴の中に入り込んで、これ炭酸カルシウム、方解石のですね、結晶ができています。なので、こういったですね、まあ白っぽいこう、つぶつぶがある、この玄武岩。こちらの、塩酸ですね。塩酸をかけてみると、泡が出てきます。こういった形でですね、まあ、泡がブク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 とこう出てきていると思います。まあ、このですね、気泡の中に入った、方解石をですね、塩酸の方が溶かしているということになるわけです。こちらはですね、阪神西岸の石英斑岩というふうに言います。石英というふうに名前がついていますけれども、よく見るとこういった小さいですね、こう透明な鉱物が入っています。こういったものが石英になるわけです。で、こちらですね、流紋岩と比べてみますと、流紋岩にもこうちっちゃい斑点がありましたが、こちらは少し大きな斑点になっているのがわかるかと思います。まあ、石英の斑点のある石なので、石英斑岩というふうに呼ばれているわけです。これなぜですね、流紋岩に比べてこの斑点大きくなってくるかというと、まあ、マグマがですね、地下の少し浅いところで少しゆっくり冷えるので、流紋岩よりこの白い結晶が大きくなっていると。そういうものになるわけです。こちらもですね、まあ、こういったまあ灰色の石から、こういった非常にこう面白い模様がですね、ついているものもあります。まあ、こういったですね、まあ、模様がついているもの、地元の人はまあ薬石というふうに呼んでいます。まあ、あの薬の石と書いて薬石ですが、まあ、非常にですね、重宝されている石の一つになるわけです。こちらは阪神西岸の貧岩になります。見ていただきますと、結晶、まあ、こちらのですね、石英斑岩に比べて結晶が少し大きくなっているのがわかるかと思います。こちらのですね、安山岩と比べてこれ何が違うかと言いますと、安山岩は少しこう穴が開いているかと思います。これ火山ガスが抜けた穴なんですね。まあ、貧岩の方はですね、地下の少し浅いところで冷えて固まりますので、それでガスが抜ける暇がなくて、まあ、こういうふうに緻密でですね、穴が開いていません。まあ、それで、こちらのですね、安山岩と貧岩、区別することができるかと思います。で、こちらの貧岩もですね、まあ、糸魚川の海岸にはたくさん落ちてくる石になるわけです。まあ、こういったですね、ちょっとこう緑っぽいものから、まあ、少しこう褐色のものまでですね、ありますが、まあ、こういったですね、結晶が少しも粗い、大きいということで、
区別をつけることができるわけです。最後にこちらがですね、新成岩の花崗岩になります。花崗岩というと高級建材になりますので、例えばお墓ですとか、あと東京都庁、国会議事堂、そういったですね、建物によく使われる石になってきます。糸魚川ですと親知らずの方ですとか、あとはですね、レンゲの方によくある石になってきます。こちらですね、見ていただきますと、白い部分とですね、黒とか、緑色の部分が少しこうまだら状になっているかと思います。で、こちらですね、偏光顕微鏡という顕微鏡で石の中を見てみますと、これ全部ですね、鉱物と呼ばれる結晶だけでできている石になります。こちらのですね、例えば安山岩ですとか、そういった石になりますと、結晶の部分と結晶でない部分、そういった部分がですね、混じってきているんです。こちらの花崗岩の場合はですね、地下深くでゆっくり冷える石になります。地下深くで、ゆっくり冷えるということはですね、結晶がゆっくりゆっくり、全体にわたって成長していって、こういったですね、緻密な石になってくるということになるわけです。花崗岩もですね、この石の中にこういった形でですね、鉄分、磁鉄鉱と呼ばれる鉱物が入っていきます。なので、こういった形で磁石にですね、くっつくということがあるわけです。